多町会計って言って、熊本の NBC おかずりクラブ熊本っていうのも大会会場です。おっしゃ、おお、グアムのネコリグ、はい、ネコリグなんですね。はい、これなんすかね、なんか今手前全く同じとこっすね。3回目手前のゴロタっぽいところに絶対なんか段差の上から登りします、下から登りします。うーん、魚っ気があるのは上のような印象なんですけどね。小森さんがさっき釣られたのは上ですもんね。おお、濃いですね。多分バスの形じゃなかった。絶対バス、絶対同じとこなんですよね。これで止めとくパターンだと、そっか、きついな。あまり止めとくタックル持ってきてないんで、止めとくタックルも何もこれ全部小森さんなんですけど、小森さんのこれ第一ガイドまでが結構長いですね。使ってみるとここの、ね、第一ガイドの大きさがちっちゃいじゃないですか。はい、大きさがガイドが大きいと近くしていいんですけど、はい、ガイドがちっちゃいから遠くしてるんですよ。こんな遠いんだ。このリールトラブんないですね。こいつはハイギアでスプールがちっちゃかったからトラブらないんですよ。はい、あの P ラインでこんだけふわふわにやって一回もトラブんないんだわと。そこなんかボイルするピッチが上がってきましたね。うん、基本スワンプとかもこう止めてコンって当たり待つようなことが多いんですかね。いや、スワンプはもう一点シェイクです。あ、一点シェイク。ちょっと人がやってるところよりも浅めのところで、あのコンクリートコーナーの見えるか見えないところでずっとシェイクしてるとポロポロ取れて、これが前回とか前々回の僕のメインパターンです。あー、むずいんですね本当。ちょっと1匹ぐらいちゃんと釣りてえな。ここでおー、シャ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 、うわー、あ、ここがここがまたければ、はい、ありがとうございます。いやー、まともなのが釣れましたよ。大丈夫ですよ。すごい。どういう状況だったんですか。イエイ、おお、ね、ちょっとしたことに気づいたんですよ。はい、気づいた。はい、イエイ、おお、ナイスバス。今ね、ちょっとしたことに気づいちゃったんですよ。なんですか。こいつ逃がして、はいはい、ありがとう。ね、よいしょ、ね、よいしょ。追ってたのがギルの稚魚っぽくて、ギル稚魚、はい、でこのシュリンプ行っちゃった。シュリンプをですね、はい、そう、引っかかるからシンカーつけたくなかったんで、はい、シュリンプのこのパーツをね、これなんか3分間クッキングみたいな音楽に乗せてください。はい、わかりました。あ、そこまで切っちゃう。いや、これも切っちゃいましたね、さっき。なんと、はぁ、切っちゃって、で、これをこれブルーギルだと、はい、言い聞かして、この針の特性を生かして、はい、立てかけ縫い出しにして、はい、これです。これで釣りました。すげえ。ギルド稚魚っぽくないですか、これは。パッと見。これを、ミノストじゃ食わないなと思ったんで、はい、落としていって、はい、トゥイッチして、落としていって、トゥイッチしてってやってたら、ビューンって持ってきました。結構30分ぐらいあれやこれやで、ね、食わなかった、はい、あのボイルですよね。あのボイルです。
ギルです食ってるこれですザ・ブルーギルシュリンプなあゲイリーの新製品ですねこれでしたねはいありがとうございます昔からゲイリーの商品はねほら切ったり貼ったりして使っても結構釣れるんでそういう工夫で釣ってることが多かったんで久々にここまで切ったかっていうぐらいこれ結構いいなギル稚魚みたいだしよく飛ぶしそこもまたなんかああいうとこにピョイで、はいでまあで多分バス浅いじゃないですか、はい、バス1メーターはいないと思うんですよね、はい、沈めていってトイッチして沈めていって多分これ釣るべきでもいいんでしょうけど今深いとこ投げてるからちょっと持ち上げてやってたら多分視界に入ったら食ってくるかなとなんかバスとか他の魚もそうなんですけど食ってるものがちっちゃければちっちゃいほどこう形とかなんかマッチさせてないとなかなか食わないことってあるじゃないですかまさにそんな例なのかなでもまあ何とも言えないですけどね結構さっきからいろんなことやって食わなかったんですけど今一撃で食ったんでかなり正解に近いのかなと思いますなんか小気味よく動いていい感じで切りもみ、ローリングフォールというか、ね、こういうその刺し方がパッとひらめかないんでビビりましたいや縦に使いたいじゃないですかギルっぽいからそうはそうなんですけど、はい、すげえなギルっぽいな、はい、で平べったくてボリュームのある場合もないかなで大きさもちっちゃくて、はい、と思ってたんですけど今タックルボックスにこれがあったんでいや結構一匹で語れますねじゃあ引き続きよろしく、はい、もう一匹釣れたら、はい、あの正解ですよねはい釣れる場所に行って釣れるのを投げるのもいいんだけどこうやってなんかこう4匹目今カン来ましたねうわ完全にハマってます ね、まあでもどちらかというとあれ俺がディーパーで水深測ったってところが一番重要ですよねこれいや関係ないと思う水深水温でこの場所を特定したってのは全然関係ない高さ上で釣れてるんで、さっきディーパーで見たブレイクの上の側で釣れてるのかな魚は映りました魚は映ってました。ただボイルしてるのが何メーターかで、まあ、ルアー突っ込みは分かる場所ですけど、はい、ただこれがじゃあ沖だったら、ってなるとやっぱ魚体の存在って大きいですよね。あそういう意味では、ディーパーが、まあ僕はさっきちょっと感動したんで、ディーパーは。はい。おお !4 匹目。4匹目。これもでもやってる時に切られてくる可能性はありますよね。やっぱ本物のギルじゃないから。ボイルしてた時からだって僕も結構いろんな最初シグレーから入っていってシャットやってダメででまあ、シャットは長くやってればいつか釣れたかもしれないですけど、まあ、あとノーシンカーのピクピクからミドストボトムのダウンショットシンテンシークまでやってみて何食ってんだろう何してんだろうこいつらと思ってたんですよね今たまたまボイルが手前に逃げてきたのを俺ギルの稚魚っぽいなと思ってギル系にしたらホワイト3連発お連発やばいパターンをパターンを掴んでからのコウの2匹目、はい、完全パターンですねパターンですねいやちょっとサイズはまでもこういうこの魚なんですよねこの魚これ今でかいのもちっちゃいのもいるんでしょうけどこう今のトントンとシェイクしてフォローしたらコンってきましたねいや20センチ25ぐらいあるのかなかわいいですけど、はいちょっとおかっぱり大会で流行りのリグになるかもしれないですね。もしかしたら。来週に関してまだ見てきたとかって。来週は来週ですからね。はい。ハサミがなくなっちゃったんでね、爪でカット。全部切るわけなんですね。そうです。爪でカット。面白い。意外とね、こう切ったり貼ったりしてよく使えるんで。俺さ、あれ昔ガイドを受けた時に、はい、それの横の足切ってその一番。ちょっとやりましたよね。このあ。これで俺も坊主逃れするいやこれですよ皆さんちょっとみんな使ってくださいちょっとやってみます